自らが提唱し作り上げたベルト、念願のネバー無差別級王者に輝いたスターダストジーニアス内藤哲也。ネバー、今からしっかり俺の色に染めたいなと。まあ、ゆくゆくはネバーをネバーに戻したいなと。ネバーをネバーに戻す。しかし王者の腰にそのベルトはなかった。ふざけろよ、おなら。おい、内藤、おい、なんでベルト持ってこない。おい、君ネビーのチャンピオンじゃねえのかよ。口だけやるだよ、おなら。ネバーネバー言っといてよ。ああ、持った瞬間あれか、あのざまか、ほら。おい、ケイオスの特攻野郎石井智弘。おい、あのベルトはよ、俺と田中さんがよ輝かしたんだよ。新日本プロレスに参戦して7年、時の王者田中将人との武骨なまでの死闘で石井智弘という男とネバー王座の存在感を確固たるものにした誇り。あいつが持った時点で死んだ。ネバー伸びるともう一回俺が輝かしてやるよ。ふざけろてめえ、こんな野郎。キャリア17年、順風満帆では決してなかった石井のプロレス人生。しかし己の戦いを貫き通せば必ず道は開けると信じていた。新日に来て8年、長い、長かった、正直。だが提唱者としてベルト奪還を諦めない内藤。石井から立て続けにフォールを奪うと、このまま負けたままチャンピオンを名乗るのか、もう一度ネバーを高める意味で俺ともう一丁タイトルマッチやるのかね。現王者と継承者、再びネバーの覇権、お前だけには絶対譲らない。ネバー無差別級選手権試合、挑戦者内藤哲也 VS 王者石井智弘。